はい、おはようございます。この度デジタル大臣、デジタル行財政改革担当大臣、デジタル田園都市国家構想担当大臣、行政改革担当大臣、国家公務員制度担当大臣、内閣府特命担当大臣、規制改革を拝命することになりました。すべてのデジタルと改革の機能を集中して担当することになりましたので、デジタルツールを活用して国民の利便性の向上と行政の効率化というものを一体的に一気に進めるということができるだろうと思います。デジタル行財政改革への岸田総理の強い思いの表れと受け止めております。岸田内閣、改革のスピードを一気に上げていこうという改革志向の強い表れだと思いますので、変化を実感していただけるように頑張っていきたいというふうに思っております。行革規制改革というのは、これまで安倍内閣、菅内閣で、担当してまいりましたが、財政改革というのが、入ったのは初めてでございます。デジタル行財政改革ということでございますので、コロナがありましたから、ある面致し方なかったところはあると思いますが、国も地方も財政が水ぶくれをしている状態で、平常化、コロナ禍が終わって平常化と言いつつも、なかなか財政のところは、戻らないという状況がありますので、レビューシートなどもしっかり活用しながら、このコロナで膨らんだ歳出の効率化というものを目指していかないといけないのかなというふうに思っております。また規制改革では、先日G20 でオランダのデジタル大臣と会談をしたときに、もうオランダも高齢化が進んでいる、社会の高齢化が進んでいる、だから高齢化が一番進んでいる日本のいろんなサービス、その他技術をオランダもやっぱりしっかりフォローしていきたいというような話がありましたが、本来高齢化が一番進んでいる、しかも人口減少高齢化、という二重の課題に早くからさらされてきた日本が、それを克服するための技術やサービスを提供し、それが日本に続いて高齢化が進む、諸外国に出ていくというのがあるべき姿だと思っておりますが、ほとんどそういうことが起きてないというのは、これはもう我が国の規制が時代遅れになっていて、この現実的な社会の要請に対応できてないというところにあるんだと思いますので、規制改革とさまざまデジタルの導入をしながら、この人口減少高齢化過疎化、これがあっても国民の皆様が便利に快適に豊かに暮らせる、そういう技術サービスがいち早く導入できる、いち早くといってももう遅れてる部分がありますが、そこはリープフロッグしていかなければいけないんだろうと思いますので、まずそれがきちんとできる規制改革と、さまざまな分野で世界水準から遅れを取っているものというのがあると思いますが、世界水準にまずは合わせる、あるいはリープフロッグして先に行くということができなければいけないんだろうと思っています。もう一つは国民の皆様の多くがこれめんどくさいなと思っていらっしゃる、特に行政の関係でめんどくさいと思っているものをなるべく一掃できるような規制改革というのをやらなければいけないと思っております。
デジタル行財政改革という観点から言うと、まあ、多くの行政サービスは市町村、市区町村が最前線でいろいろとやってくださっております。基礎自治体と国民の皆様が行政サービスというところでは非常に強い結びつきがあるわけですが、これは以前から申し上げているように地方分権という掛け声のもと、その様式手続きが自治体ごとにバラバラになっているというのは、これは地方分権でも実は何でもなくて、地方分権というのは政策をどうするかというのが地方分権であって、その手前のそのさまざまな書類の様式とか手続きのあり方というのは、これは一つになっているの方が便利なことが多いわけですから、この統一していくべきものと地方分権で自治体が選択してもらうもの、これは明確に分けていかないといけないというふうに思っております。で、私がワクチンをやっていたときはかなり頻繁に数百の自治体の首長さんと、まあ、電話もありましたが、ズームのようなオンラインで直接会話をしながら、ご要望ご意見を受けたまわってやってまいりましたので、1741の市区町村の首長さんと、できれば定期的にオンラインで行きたい、やりたいというふうに思っております。まあ、1741一気にやれるかというと、なかなかデジ庁のシステムでもそこは双方向のやり取りをするのは厳しいものもありますし、まあ、1741人いると1時間ではとても終わらないと思いますので、いくつかのブロックに分けるとかですね、そういうことは考えていかなければいけないと思いますが、すべての自治体の首長さんとオンラインでつながる、あるいはその担当の方と担当同士それぞれの分野で直接つながれるということはやっていきたいと思います。またそうは言ってもシステムの標準化のところなどは都道府県に取りまとめをお願いをし、デジタル庁で各都道府県の担当のリエゾンを決めて、都道府県に取りまとめをしていただいている部分もありますので、47都道府県の知事さん、こことは緊密に連携をさせていただきたいと思っております。知事会、市長会、町村会、それぞれ、かつてワクチンの時に大変お世話になりましたので、もう一回そこは関係を深くさせていただきたいというふうに思っております。で、行政改革、公務員制度を担当大臣として、やはりこの霞が関の働き方改革というのはこれはどんどん進めていかなければならないというふうに思っております。で、まあ、総理の強いご意思でデジタル行財政、改革会議というものを立ち上げます。まあ、大きなドームをかけるようなものですから、ドームがかかったら下の屋根はいらないわけで、それはさっさと整理をしたいというふうに思っておりまして、まあ、デジタル庁の中にこれまでデジリンというのがありましたが、これも上に屋根かかったらいらねえだろうなというふうに思いますんで、さまざまな会議体の整理というのは年内にどんどん進めていきたいと思っております。何か新しいものを作ったら、やっぱり古いものはこう捨てるということをやらないと、どんどんものが溜まっていって、これなんだっけっていうようなことになりますんで、まずはそういうものの整理をさっさとやって、まず自分の庭先を掃いて、そこからやっていきたいというふうに思っております。まあ、岸田総理の強い思いで、このデジタル行財政改革というのを担当することになりましたので、なるべく総理にはお忙しいところだと思いますが、時間を取っていただいて、緊密に連携をしながら進めていきたいというふうに思っているところでございます。私からは
以上です。はい、ありがとうございました。それでは質問に移らさせていただきます。質問につきましてはまず会場の方からで、リモートの方はその後ということでやらせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、質問にあたってはですね、帰属と所属とお名前をその上で質問という形でよろしくお願いいたします。それではあの眼鏡の NHK の馬場と申します。どうぞよろしくお願いいたします。あの先ほどデジタル行財政改革について冒頭意気込み語られましたが、変化を実感していただけるようにしたいということですが、具体的にどういったテーマをやっていきたいということがお持ちであったら教えてください。あともう一点、先ほど財政の改革が入ったのは初めてという話だったんですが、ここに特化して特に取り組みたい事項ありましたら教えていただけませんか。はい、規制改革をはじめやらなければいけない改革のメニューというのはたくさんあると思いますので、もう少々お待ちいただければ順次やっていきたいというふうに思っております。財政のところについても今まで業界の中でレビューシートというものを使ってやってきたりしましたが、レビューシートをしっかり使いながら、なかなかこのレビューシートが予算編成に反映されていなかったり、この予算の執行と合ってるのかというような声も聞いたりしたことがありますので、いろんな道具を使いながらきっちりやっていきたいと思いますし、やっぱり霞が関の EBPM という話は、これは国家庁を担当していた小倉さんが昔から旗を振ってこられたというところもありますので、またそうしたいろんな知見もお借りしながらやっていきたいと思います。特に国家庁はEBPM をやるんだという小倉大臣、かなり強い意気込みでやられていたというふうに聞いておりますので、ちょっとそこはどういうことをやるのか話を聞いてみたいと思います。朝日新聞の小手川です。よろしくお願いします。大臣、消費者大臣として大手電力の規制料金に切り込むなどをされてきました。今回規制改革の担当となりましたけど、例えば内外無差別の問題など、電力会社の業界の改革に取り組むお考えがあるのかということと、あと大臣が以前設置した再エネタスクフォース、これとどのように協力していくお考えかというのを教えてください。個別にどういう規制改革をやるかというのは、いろんなメニューがあると思いますので、これから順次やっていきたいというふうに思っております。再エネタスクというのは規制改革の中のタスクですので、それは必要なら続けていくということになるだろうと思います。ありがとうございます。では読売新聞の阿部です。よろしくお願いします。今回、続投されるにあたって、岸田総理からどのような指示があったのかお伺いたいのとですね、デジタル行財政改革会議なんですけれども、これまでデジタル庁でもそのデジタルを活用した行政サービスの向上というのは取り組んでこられたと思うんですが、この新しい会議ができることによって、今までと何が変わると大臣は期待されてますでしょうか。はい、総理からは、デジタル関係、今まで以上に中心になって、やってほしいということと、改革しっかり進めてくださいということがございました。改革、デジタル関係を一つに集中したというのが、総理の思いの表れだと思います。今までの行革規制改革に加えて、今度は行財政改革ということでございますから、行政改革と財政改革しっかりつなげてやれるように努力していきたいと思います。はい、じゃあ前西琴さん。毎日新聞の後藤です。よろしくお願いいたします。デジタル行財政改革会議についてお伺いしたいんですが、先ほどさまざまな会議体の整理を進めていきたいという話ありましたが、デジリン、デジデンとか、デジタルって名がつく政府内の会議体って結構ありますが、今大臣の中で具体的にどういうふうな整理を進めていきたいとか、何か構想みたいなのありますか。これから具体的に進めていきたいと思いますが、大きなドームがかかったら下はいらないだろうというふうに思ってます。はい。
日経新聞の上田です。マイナンバーとマイナンバーカードについて伺いたいんですけれども、デジタル行財政改革の中でこれらをこう、どう生かしていけるのか、行政改革財政改革にどうつなげていくのかみたいなイメージがありましたら伺いたいです。というのと、あと、これまで大臣もたびたびご説明されてきましたけど、11月末までのマイナンバーの総点検と、あと、国民の不安払拭に向けた取り組みというところ、改めてご留任されたというタイミングでどうやって進めていきたいのかということをお伺いたいです。よろしくお願いします。もうマイナンバーはそれぞれの自治体で、さまざまな業務に使われておりますので、行政改革の中でこれをしっかり活用していかなければいけないと思っています。またマイナンバーカードを使って国民の生活の利便性の向上というものも、これもデジタル庁が取り組んできた課題ですので、これは引き続きしっかりやっていきたいというふうに思っております。総点検で、ひも付け誤りというものは限りなくゼロに近くできるというふうに思っておりますので、今後はこのひも付け誤りが起きないように各省庁省令の改正などをやっていただいているところでございますので、そこはしっかりもともとのところで問題を起こさないようにしっかりやっていただきたいというふうに思います。はい、ではじゃあ出島さん。すみません、共同通信出崎です。行財政改革でお伺いしたいんですけれども、事務方の体制でしたり、ちょっとこれからどういうふうに、人的な部分を中心にお伺いしたいんですけど、事務方の体制今後どのように進めていく考えでしょうか。これから考えます。準備室の立ち上げっていうのを今されてるんでしょうか。大臣決まってないから準備室だったんじゃないかと思いますけど。はい、分かりました。はい、すいません、あんまり足したことないと思います。はい、はい、じゃあ坊さん。日経 BP の源と申します。規制改革についてお伺いします。大臣発言の中で日本をリープログさせたいという趣旨のご発言がありましたが、まさにもう日本をこう推し進めるという意味で象徴的に取り組みたい分野テーマがございますでしょうか。加えてですね、菅大臣が、ライドシェアについて、解禁の議論を進めるべきではないかという話がありました。ライドシェアの解禁について大臣のお考えを伺いますでしょうか。さっき申し上げましたように、これだけ高齢化が進んでいる中で、本来はこの高齢化の痛みを和らげる、乗り越えるさまざまな、事業サービス技術というのが、これ日本初で世界に出ていかなきゃいけなかったんだと思いますけども、なかなかそういうものがなくて、逆に外から入っている、あるいは外でそういうものが行われているという現状は、これなんとかしないといかんなと。で、そういういくつか、我々が直面している社会課題を解決することが日本経済を再起動して前へ進める、実は材料なんではないのかなというふうに思ってます。そういうニーズはたくさん国内にあるわけですし、諸外国がこれからそういうニーズに直面していくということを考えると、この我が国が直面している社会課題というのは、今後いろんな国で同じようなことを経験することになりますので、それは我が国の企業がどんどん外へ出ていって発展する飯の種ということだろうと思います。でそこはそういうものをしっかりやっていきたいと思います。個別のメニューについてはこれからおいおいやってきますので、順次見てていただきたいと思います。念のためライドシェアについてのご意見を、個別のメニューについてはこれからいろいろやっていきます。はい、ではどうぞ。 M3 の佐藤と申します。よろしくお願いします。冒頭で高齢化ですとか人口減少という課題について触れられていましたけれども、規制改革の中でも医療分野は一つの大きな柱だと思います。医療分野の規制改革について課題感や大臣の意気込みがあれば教えてください。
やはり高齢化の中で、医療ですとか介護といったものは、非常に大きなテーマだと思いますし、もう諸外国もやっぱりそういう分野どうするのっていうのはこのデジタル大臣のレベルでも話題になっておりますから、多分諸外国もそういうところに着目をしているんだろうと思いますんで、そこは重要なテーマだろうと思います。今週中に一回、厚労大臣のところへ相談に行きたいというふうには思ってます。リモートの方はシステムの挙手機能を使っていただければと思いますので、よろしくお願いします。あ、大丈夫です。リモートの長倉さん、お願いいたします。日経 BP 長倉と申します。聞こえてますですかね。はい、はい、お疲れ様です。あ、よろしくお願いいたします。お疲れ様です。デジタル行財政改革会議について一点教えてください。内閣官房で準備室が昨日発足したとお伺いしたんですけれども、先ほど大臣の方会議体を整理されるというお話があったんですが、このデジタル行財政改革についてはデジ庁の中でやられるのか、内閣官房と分かれてやられているのか、どのような形が考えられているのかお伺いしたいのと、その人員体制進める内容、スケジュールももし可能でしたら教えてください。細かいことはこれから決めていきます。岸田総理のこの分野の改革への強い思いというのが、あって、こういうことになりましたんで、この岸田総理の改革への思いをしっかり実現していけるような体制にしたいと思います。はい、現場の方、またリモートの方は、あ、日経安島さん、お願いします。はい、聞こえますでしょうか。日経安島でございます。はい、どうぞ。改めましてよろしくお願いいたします。2点教えてください。デジタル臨調は3時にもこれは一旦廃止をするという理解をしてよろしいんでしょうかということと、あと財政の方の改革ですね、その予算のこう多年度主義とかですね、硬直的なこう予算編成のあり方とか、そういった根本のところも視野に入れつつ議論を展開していくようなお考えがあるのでしょうか。2点教えてください。はい、さっき申し上げましたように、大きな屋根かけたら下の方はいらないというふうに思ってますんで、何らかの形で小さい屋根は整理していこうと思っております。財政についても、デジタル行財政ということでございますから、何らかの形で、財政改革というのはやっていかなければいかんと思います。具体的なメニューはこれから申し上げていきたいと思います。他によろしいでしょうか。あ、じゃあ2回目ですいません。日経新聞の上田です。かなり今回所掌の幅が広がったと思います。で、これまで以上にその幅広い省庁が関わって、横断的にこういろんな改革を進めていかなくちゃいけないということだと思うんですけれども、その調整とか折衝とか、その他省庁とかから見合うところでこうどういうふうにやっていきたいのかというのと、冒頭ありましたけど、改めてこうご自身のこう強みみたいなのを今回どう生かせるのかということをちょっと改めてお願いできますでしょうか。今までも行政改革、規制改革というのは担当してましたし、デジタル庁というのはそもそも横串を通すということですから、あんまり変わりはないのかなというふうに思ってます。それは自分で俺はここが強いというんじゃなくて周りが言うことだろうと思います。他によろしいでしょうか。じゃあお腹も空いたことだし、はい、それではこれで、じゃあまた引き続きよろしくお願いします。終了させていただきます。ありがとうございました。